気絶人形原田美く,るく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 るぐ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 るそのお人形はさっきから目が回って気分が悪くなっているのでしたぐる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 くるくるくる,くるそのお人形のセルロイドの方は真っ青になり目は美しく震えていますみんながべちゃくちゃべちゃくちゃすぐ耳元で 喋り続けているのです暗いボール箱から出してもらい薄い紙の目隠しを外してもらい松蔭堂に出して並べてもらったのでみんな大はしゃぎなのです自動車が見えるよわああの人かわいい犬連れて楽しそうに歩いていますおお早くクリスマスがやってこないかなお人形たちはみんなてんでにこんなことを喋っていましたが その中に一人、今、とても気分が悪くなっている人形がいました。初めて目の前に町の景色が見えてきたり、あんまりいろんなものが見えるので、そのお人形は目が回ったのかもしれません。そのお人形の顔はとても寂しそうでした。そのうちに他のお人形たちもその人形の様子に気がつきました。まあ、どうしたのお顔が真っ青よ。 早くお薬と、誰かが心配そうに言いました。そう言われると、その人形は一層青ざめてきました。とうとう足が震えて、バタンと前に倒れてしまいました。人形屋の主人は倒れている、そのお人形を取り上げて、足のところを調べてみました。別に足が傷んでいるわけでもなかったので、また元通りショーウィンドウの中に、 立たたせておきましたくる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 ,くるぐ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 るそのお人形はまた目が回って気分が悪くなりそうでしたべちゃくちゃべちゃくちゃみんなはすぐ耳元でしゃべり続けますまああんたどうしたたのお顔が真っ青また誰かがこんなことを言いましたでも今度は一生懸命我慢しましたそのお人形は あんまりいろんなものが見えてくるので疲れるのかもしれません。生まれつき他の人形たちより弱いのかもしれません。でもじっと我慢している姿はとても美しく立派に見えました。今にもバタンと前に倒れそうなのに目は不思議に輝いていました。ショーウィンドウの前に立って熱心に人形を眺めていた一人の少女は 人形屋の主人を呼んでその人形を指さしましたそれからその人形は少女の手に渡されましたその温かい手の中に握られると急にその人形の方の色は生き生きとしてきましたもうこれからは気絶したりすることはないでしょう